ちゃんくん、ポンちゃん、おはようございます。今は5時15分19分です。久しぶりに4時台に、5時よりも前に目が覚めて、今いろいろ準備をして、これから散歩に出かけようとしているところです。あまりにも普段よりも2時間ぐらい早く起きちゃったので、多分今日は夜眠くなっちゃうと思うけど、今日は東京の恵比寿まで行って、ビジネスマッチングいうやつですね、を懇親会というか交流会というかに出る日なんですけれども、その緊張で遠足の日みたいな感じなのかな、で目が覚めたのかもしれません。まあ人にいっぱいの人に会って、しかも仕事につなげようとするっていうことって緊張しますね。きっとね、変な夢見た気がする。もう忘れたけど、はい、ということで散歩行ってきます。ジャン君、ポンちゃん、今日も暑いそうです。暑いけどパパは営業のため異業種交流会行ってきますね。まだ今はまだ午前中です。これからご飯食べてお風呂入って、行くための準備をして、3時半には出ます。なのでまだまだ先なんですけどね、ちょっと気合を入れときましょう。そして葵ママさんからは懇親会で出る食事をですね、食べてねと言われています。まだほとんど食べたことありません。どうしてもああいうとこに行くとご飯が食べられないんだよね。ただただ楽しいパーティーならいくらか食べるんだけど、やっぱ緊張がね、営業っていう目的の緊張って普段自分には、ないのでね、大変です。まあそこで食べないからって死にゃしないんですけどね。そう、なんとか余裕を持ってできるようになりたいっす。ジャン君、ちょっとシャワー浴びてくるね。行ってきます。また泣かないでね。